こんにちは、エバツタです。今回は、おかしい人間だとよく言われますというテーマでお話ししていきたいと思います。多くの人は無意識に多数決の論理を使っています。気づかずに多数派が正しくて、少数派が間違っていると考えがちです。多数派が正しいということになると、自分以外のみんなが同じ病気にかかっていて、 自分だけが健康だとしても、そんな自分をおかしいと考えるようになります。そのような人が正常になりたいと思ったら、みんなと同じ病気にならなくてはいけません。精神状態が悪く、人に優しくできないのが多数派だとしたら、人の気持ちを考えられる心の余裕がある自分をおかしいと感じるようになります。そして、正常になるためにもっと人に冷たくしなければいけない。 もっと人をバカにしなければいけないと考えるようになります。多数決というのは物事を決める時の一つの方法です。私たちは単純で分かりやすいからという理由で多数決を使うことが多くあります。多数決では多数派の意見が採用されます。しかしそれは多数派の意見の方が少数派の意見より素晴らしいということではありません。私たちは 停滞している状況を前に進めるために多数決を使っているだけです。多数決は物事の価値を測る基準にはならないということを忘れてはいけません。現代の資本主義社会では知らず知らずのうちにマーケティングの原理で物を考えてしまうことがあります。マーケティング的な思考をすればたくさん売れるものが価値のあるものということになります。そして たくさん売れるものとはお手軽でわかりやすいものです。ものを考えるのにはエネルギーが必要です。思考すると疲れます。だから多くの人は思考停止のまま決断をしたくなります。そこに誰にでも理解できるような商品、思考しなくてもなんとなくいいなと思える商品、つまりインパクトはあるけど中身がないものが提示されれば多くの人は飛びついてしまいます。 多くの人が船舶でお手軽なものを手に入れて、どうだ、俺はすごいだろうという顔をしている中で、あなただけ、いやそれはちょっとと思っていたら、あなたは少数派になります。あなたが物事の本質を感じ取る人間で、みんながいいと言っているものに興味を示さないでいると、こいつはおかしいやつだというレッテルを貼られてしまいます。多数決は物事の価値を測る基準にはなり得ません。 私たちは簡単で手っ取り早いものが大好きです。これ一つで全てを解決します。これだけしていれば必ず幸せになれます。という類のものに惹かれる傾向があります。なので多くの人がいいと思っているものに違和感を感じても、そんな自分をおかしいと考える必要はありません。多数派が正常で少数派が異常ということはありません。あなたには、 自分にしかできない考え方や感じ方を大切にしていってほしいと思います。多数決では、あなたの価値を測ることができないということを忘れないようにしていきましょう。今回もご視聴していただきありがとうございます。もしこのチャンネルが役に立つと思ったら、いろいろな人に勧めてもらえると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。では素敵な一日を送っていきましょう。